のドキドキポシニャのチャン石コーナー、ウェーイウェーイ。ちょっとチャン石入っちゃったね。入っちゃった。ハーフ石入ってた。ちょっと間違いだね。絶対さ、チャン石ってさ、うん、俺らしか伝わんないと思って、うん、あと工藤さんとかで、チャン石さ、人気投票入ってたよ。入ってたっけ。うん、だいぶしてたけどさ、うん、あ、じゃあこれもうあれだ、これやったらもうトップ100以内余裕だわ、マジで。うん、まあちょっとチャン石にまさ説明化していこう。チャン石という、チャン石っていうのはね、まあ高校のね、高一のボキの、ボキのなんか頭の抜かれた教師のことなんだよ。そんな言うのは天才だろ。まあそんなさておき、何言ってんのって工藤さんがよく言ってるやつ。そうそうそう、あの初島ところに行ってね、うん、あのね、おっさんでね、はい、おじさんでね、そうそう、でね、何言ってんの、なんか若干タヌキみたいな顔してるよな。タヌキっぽいね、うん、頭に葉っぱ乗ってそう、うん、あのね、まあ、どんぐらいイカれた人物かというとね、あの同じね問題をね3週連続ぐらいだっけ、3週連続ぐらいやる。富山商店3回連続やってみんながね問題集にね答え書いたであろうところをね3週連続でやるのでね、みんながね、もうそれはね完璧回答答えるわけだよ、うん、まあ結構やるな。相手もちょっとまだやんない。うん、そこやってないっすよって誰か言ってね、ああここからかみたいな。大体さ、うん、もう2回目ぐらいからもうふざけてやっちゃってるよね、うん、それはあいつがもう信用しちゃうんだよ、うん、そうだっけなんかすごいよね。4回目やんなかったらきすごいよね。まだやってもおかしくなって、まあ、秩父でねやってたんで、そうあれあのね、のこちなおけこいつがね、ちょっとうまい。なんかお前のうまい言葉はなんだっけ、ノーコーチーノーケーお前もうダメだ。うんはぁ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 、ボーッと作るこれ。ちょっと、マジでね、お前ノーケーもうダメだ、俺バーッと作るから。バーッとか、うん、この真似がね、うまいの、うん、自画自賛できる、豊富なバリエーションじゃん。そうそう、ね、さっきね、ここに、ね、来るまで道中ね喋ってくれます。石ちゃん、女の子説。そう、なんで女の子説なのか、まず一番ね有力なやつはね、もうね、ちゃんって呼ばれてるからね。そう、ちゃんはね、うん、女の子の特権。まるまるくんは男の子、まるまるちゃんは女の子。そうそうそう、石井さんとかさ、そうそうそう、石井くんとか。そう、まあ年上だったら石井くんだろうね。うん、で石井先生とか呼ぶじゃん普通だったら。だからちゃん、石井ちゃんちゃんなんだよ両方。みんな石井ちゃんっていう。そう、女の子、女の子説で野口大好き、うん、夫だから。あの名言、うん、あ、野口昨日も激しかったはい、これはね、これはもう道中生まれた名言だから今回のねパワーワードですねパワーワーです。おなぐて昨日は激しかったな。ちょっと半笑いになるのが、ね、大事です。あとあれはお腹の赤ちゃんが蹴ったすごい、お腹の赤ちゃんが蹴ったおなぐてお腹の赤ちゃん動いてたかわいいなぁ。こいつの名前、富山商店でしょか。富山商店だよね。おい、殴って、商店。商店昨日も上げてたな。賛否。賛否。謹慎相関賛否。まあ、まず生まれる前に遡ってさ、ああ、あの、うん、高いやつ。うん。まずあれでね、あの、次やる日にバタつけてくれ。おなぐて昨日も激しかったな。もうやってんだかよ次行ってやる、
あさって、あさってバツイチとか叶えてあげね。あ、野口、クリスマス空いてっか。空いてますよ。バツイチとか大好き。あとさ、俺まだやり方知らねえんだけどさ、SM プレイっていうの聞いたんだよ。え、まあそこには足突っ込まないでくださいよ。俺 M やるからさ、お前 S やるよ。よしよ。激しいプレイになるらしいぞ。おる。おお。おい。野口、激しいな、お前。ああ、あれはあの、ん、あいうえ、あ、ロケチ、ロケチ、やべえな、お前、行く、行く、で、次の日、次の日、昨日も激しかったな、お前、蹴り上げんな、お前、俺だけ、これ、こういう私がつぼった。本来はさ、本来なんかさ、石井ちゃんはさ、なんかさ、野口さんのサッカーの放課後の部活のサッカーの様子を見てて、うん、でそれを見てて、すげえなーっていうのを言おうとしてるんだけど、いまいち下ネタになっちゃうって言ったね。昨日激しかったな。野口、昨日は激しいプレイやってたな。あんなに蹴り上げんだもんな。サッカーのこと言っていいか。本来サッカー、本来サッカー、ね、うん、サッカーのボール切り上げてんだよ、野口さん。めちゃくちゃさ、うん、ハードなさ、SF プレイみたいな。蹴り上げの女はやばい。やべ、まだこれ笑わなくなってきた方だから、さっきもう、うん、チャリ止まったもんだ。ちょっと待って、それはまずいって。それはまずいって言って。俺が言ったんだよね、最初に。蹴り上げんの、顔歯がよかったかなとか言ってさ、でさ、そうなんだよ、ね、で何のことですかって言って、どうせ蹴り上げんの。ちょっと待って、ちょっと待って、なんだマジか。あのね、多分ね、石井ちゃん的にフリーキックってこと言ってんだよ。だから蹴り上げてんだからね、うん、まあそう言えば分かるんだから、うん、昨日の部活やばかったなとか言えば分かるんだよ。主語ないから。野口さんすごかったんだねみたいな、活躍したんだねって言うんだけどさ、昨日は激しいプレイだったな。蹴り上げんなもんな。そこら辺でさ、石井ちゃんがさ、もうさ、あ、そっか、これで勘違いしてんのかってさせてさ、おい野口、今日放課後ラブホーだからなって。おい野口、今日わらびのラブホーだからな、ハイウィスカッターだからな。ハイウィスカッターだからな、バツつけてる、バツつけてるからな。お前キャンディキャンディなんか言ったらぶっ飛ばすからな。大丈夫ですよ、俺石井ちゃん一筋ですから。そうか。照れるな。お前俺にそんなこと言ったらときめいちゃうな。誤解ギバしちゃうからな。お前誤解ギバするからな。ゴリバでか、ね、ゴリバエレベーターで5回出ますからな。5回出ますからな、やばい。最近、最近石井ちゃんでさ、目尻弱すぎでしょ。今までさ、秩父以前ってさ、似てんのぐらいしかさなかったのにさ、俺が若干似てんのがさ、幸い似てるからこそだよ。うん、誤解デバスだってね、あのゴディバのことだからね。そう、ゴディバね。俺な、この前手作りチョコもらったんだよ。え、どんなんですか。ゴディバだよ。ゴディバ手作りチョコだと思い込んでる。でも矛盾してんだよな。手作りチョコなんだよとか言ってんのにさ、お前らこんなもらったことないだろ。ってさ、どっちを自慢してんだろうなって。どっちなの、価値手作りいいっすよ。価値でも価値だったら手作りじゃねえんだよな。石井ちゃんに何が見えてんだよ。ゴディバ工場で働いてるおばちゃんじゃないの。何が見えてんだろうね、本当に。ゴディバの工場でな、手作りで作ってるお姉ちゃんの顔が浮かぶんだよ。すごい妄想力だよね、そこまで来ると。まず機械なんだよな。
どう考えても機械なんだよな。多分さ、うん、あのこういう機械が、こういう機械がすごい美女に見えてんだろうな。JK にでも見えてんだろうな。じゃあ愛らしいんだよ。あの子絶対愛おしいんだよな。誤解って言わなかったからな。みゆきちゃんって言うんだよね。でもあれから野口がさ、ほいっすね、いいっすねって言うとさ、あれからあの失調しちゃうから。あ、野口、お前その話に乗っちゃダメだろ。何ですか。お前あれだからな、もう部活行かせねえ。何ですか、何するんですか。3日連続バトしてたからな。ハイビスカスね、そんな。いいっすよ、俺石ちゃんだけ愛してますから。お前やめろよ、恥ずかしいだろ。乙女石ちゃん、乙女ちゃんし。やば。じゃあさ、いざさ、エレベーターでさ、あの部屋に向かうってなった時にさ、どうすんの。おんなぐち手握れ。誤解リバさせろ。おんなぐち舌出せ。ひどってやるよ。それすげえディバスだ。誤解とは言わず、もうディバしまくるからな。あ、ついたついた。仕方ね、部屋入るまで待ってやる。野口、走るぞ。野口、激しいよ。野口、激しい走りだからな。ちょっと待ってね。野口、急に上げんなよ、いきなり。ハードだな。笑うじゃねえかよ。気持ちいいですよね。もちろん。もっとやってほしいですか。ずっと続けてくれ。揺れますよ。野口、まだ心の準備が。ほら。おお。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。野口、早いよ。早い。昨日は激しくてな。もう一度。いい加減にしてくれ。おい、クロー。これ似たいんだな、あんまり。うん、おい、クロー。昨日な、俺と野口な、ハイビスカスってとこ行ってな、激しい SM プロやってきたんだよ。気持ちよかったと。で、クロさんがそれに、何言ってんだ。おい、クロー、なんで俺の真似してんだ。お前、あれだからな、バトしてるからな。いや、あいつもやられる。あの、野口、不倫じゃねえぞ。お説教だ。ここ行きますかだけだ。向かいに飛ばすだけだ。怪物かついかねえから、安心しろ。やば。ダメだ、これやってて終わらねえぞ。無限に終わんねえ。朝までやっちまえ、マジで。一番さ、ああ、すごいのはさ、これがさ、年末最後の企画だって。え、俺石井ちゃんの企画で終わんの。うん、やだ、なんか。やだな。いいじゃん、俺なんて一回も映らずにさ、石井ちゃん下ネタ見て笑ってる動画。石井ちゃん、僕、石井ちゃん、僕さ、ホモプレイ言ってるだけなんだけど。お腹のアクションが動いた。もう動いた。やべえだろ、もう。石井ちゃんでさ、肝心やからさ、今年もあともう少し。今年もな、もうあと少しだからな。野口、もっと激しくしろ。で、どうしたんですか。もっと激しくだ。え、言いたいことは、気持ちいいな。結局もう何もなくなっちゃった。お腹にまだ赤ちゃんいるんだよ、野口。もう一時期裏事の方に言った、今年もいろいろやったなみたいな、何だったんで。今
私もな。野口、お前と二人で熱海行ったこともあったもんな。入ってたんだ。飛行館ってところだっけ。俺らが入ったもんな。野口、お前の刺激が強いからな。俺が先に見に行ってきたんだ。どうでした。いや、最高だったね。だけど野口の方がすごいから、ね、テクニシャンだけ。あんな中でな、AV って座ったんだよ。見たけどな、野口の方が良かったぞ、あれは。テクニシャン野口だわ。終わんねえだろ、これ。マジで早く終わっちゃうよ。以上。See you next time! トゥモロー。こんなんがもう年末最後の動画って嫌だな。